Good evening and good evening. I am Zanji Kick, and welcome back to Let's Play Valkyria Chronicles 4. Continuing with the main story. I am slurring my words a lot. Wow. But the Imperials are gonna know that there was an attack here, so what are you gonna do? Resistance の指導者としてこのまま我々のアジトに迎え入れるよ。Oh, okay, so you guys are gonna go hiding. Gotcha. そうか。よかった。ここから先はこっちの仕事だ。あんたたちは先を急いでるんだろ。ああ。春までに戦争を終わらせなきゃいけないしね。What, is there a time limit, or is it just finish it the sooner the better? No, I think it's finish it the sooner the better, so that they don't reach the Federation. 約束だ。頼んだぞ。そうだ。男の子だったらクロードと名付けるよ。Oh, that's nice. いや、そんな立派な人間じゃないよ、僕は。そうそう。こんな真面目くんになっちゃうわよ。Mean. ああ、真面目なタフガイなんて大歓迎だね。じゃあな、君たちの分を祈る。あの車か。狙撃手。まずい。狙いは将軍だ。ミカ！ミカは？僕たちも。撤退だ。行くぞ。I know last episode I mentioned a death flag, that's why.I wish I wasn't. I mean, we don't know him that much, but still stinks. Resistance ってのは、つまり民間人で、軍旗も砲球も勲章もねえわけだ。立派なもんだよ、あいつはさ。自分の信念だけで将軍を無事に逃がして。でも彼誰よりも生きたかったはずだわ。なのにあんな無茶を。ミカは生きた、生き抜いたんだ。誇り高く。また一つ帝国を倒さなきゃいけない理由が増えたな。約束したもの。セルジオさん、この綿は？ Hello, Angie. おう、指の先くらいに丸めてくれるかい？アルコールに浸して消毒に使うんだ。それじゃあ小さすぎる。もう少し大きくだ。でも指の先。すまない。
君の手はまだこんなに小さいんだな。ドロップ一粒くらいだ。わかるかい？うん。昨日海兵さんにもらったよ。なら、それをこの瓶いっぱいに頼むよ。優秀な助手が来てくれて助かるな。ありがとう、アンジェ。ずっとここでお手伝いしてられたらいいのにな。私は大歓迎だぞ。カレンは有能だが外科専門だからね。君はきっと優秀な看護婦になる。保証するよ。なれたらいいな。そしたらみんなとずっと一緒にいられるから。 I wonder why you phrase it that way. 自信がないかい？The way she phrased it was weird. Like she knew she couldn't be with them. Excuse me. So, 無事帰還しましたか？ご苦労様です。まもなく艦は再始動します。補給を行い、次の出撃に備えてください。いい招待は間に合ったのか？ええ、さすがです。レジスタンスに犠牲者が出て少し落ち込んだ様子もありますが、結果これまで以上に団結力が強くなったようです。頼もしい存在ですね。しかしこれからの作戦の要は、やつはないはずの回線が。一番艦キャバリアからの緊急通信です。すぐに繋ぎなさい。はい。艦長。Someone hit the side of the ship and the car alarm went off. It's weird though, I thought they were supposed to remain radio silent. Whoa! That was the end of the chapter? Wallace-kun.レジスタンスから勲章が届きました。彼らからの感謝の気持ちとして受け取りましょう。 Was not expecting this. Okay. Look at that. That's awesome. So that's it? Nothing else? That's weird.Okay, well, let's meet the witch and the wolf. I know we don't have to, but I like this story. Centurion を発見した。この海域だ。うん。それでどう叩く？破壊することが目的ではない。目標はあくまでも艦のダッシュだ。あんたはやけにこだわるね。撃沈じゃなくダッシュか。あの雪上巡洋艦確かに大した代物だが、一隊員の手には余るだろう。研究畑のベルガーが興味を持つのはわかるが、ホルセよ、あんたの執着の理由は何だ？約束だ。約束？クライマリア、お前にも出てもらう。Really? 分かっているな。今回は先のような失敗は許されない。命令違反だけは絶対にするな。
もしもまた同じ失敗をすれば研究所に送り返すとベルガーは言っている。おい、それは一体どういうことだ。研究所からヴァルキュリアを返却しろとうるさく催促が来ている。協力者だったフェルスター博士が研究所を出奔したせいで関係が悪化したらしい。Forster, do I know that name? He might have been in a previous game, I don't know. 返答を先延ばしにしているが、この代表用で役に立たないようであれば。やれやれ。まったく、なっちゃないね。あんた、戦争屋としては優秀だが、女の扱いはからっきしだ。なんだと？これからって時に追い詰めてどうする。あんたにしろベルガーにしろ、クライマリアをなんだと思ってるんだ。 Thank you, Walls。 兵器、道具、それ以外に何があるの？なあホルセ、クライマリアもだ。俺たちは仲間だろ。はあ、仲間？そうさ、共に同じ戦場をかけ、互いの背中を守り合う。 Walls may not follow orders to the line, but he's still a respectable guy. If you're fighting with him, if you are under his command, he does care for you, he does respect you, and I appreciate that. これが仲間でなくて何だって言うんだ。もう少しお互いを思いやる心を持とうぜ。興味ないな。そんなものは必要ない。はあ。わかった、わかったよホルセ。作戦の続きを聞かせてくれ。Yeah, listening to her is not a good idea because she doesn't know what she's talking about. And she didn't follow orders either. Neither did her. お前を研究所に送り返すことも考えねばなるまいな。何？心配はいらんよ。代わりはいくらでもいる。Somehow I doubt that line just because she's the most powerful.セルベリア、お前は我らの誇りだ。殿下に尽くし、その力を世に知らしめるのだ。 You remember her from the first game. 助けて、助けて。よ、いるかい？あの、うるさい男。その声、フェンリルだな。ってことは、お姫様もいるんだろ？なあ、話がしたいんだ。ちょっと邪魔するぜ。ダメ！入ってくるな！おいおい。大丈夫か？あんた、また泣いて。入るなと言っている。ああ、わかった、悪かった。レディの部屋に許しも得ず入るもんじゃない。わかっているなら帰って。
許しなど永遠に出ない。ほう、取り尽くし間もなしってか。いいね、ますます燃えてくる。He's persistent, I'll give him that. あんた、いろいろあったみたいだな。一人で受け止めるのはきつかろう。どうだ、この俺に。Not gonna work. 私に構うな。そいつは無理な相談だ。あんたほどのいい女、放っておけば男が廃る。また来るぜ。Yeah, just going to someone and said, hey, I know you have a problem, let's talk it out. That's going to make people suspicious, obviously. Like, oh, I heard you have depression, let's talk about it. No, who are you? We don't talk, why would I talk to you about this? He's trying, I'll give him that.クロード、真実を知りたいのなら共に来い。戦いから感じたよ、お前は有能な指揮官だ。いつでも喜んで迎え入れよう。僕は、待て、待ちやがれ、カイエ。考え事の最中だったかな。 What I'm wondering is whether Kai is really standing by the Empire now, or if he's really being a double slash triple agent, whatever the term is. I mean, there's no one else there. You could have talked to him and told him, hey, you know, this is what's going on. Here's why I'm here. This is big, or whatever. Whatever's going on.But he didn't really say that. Instead, he just kind of mocked them. So it's kind of like, what are you doing? And if you're just trying to rile them up to get them to fight harder, I feel like that's such a roundabout way. But I don't know. I don't know what's going on. Ooh, she's worried. They're both worried. Yare yare da yo.こうしばしば呼び出されてはたまらない。帝都が随分と騒がしい。ガリア方面軍は撤退を決めたそうだ。おお、the prince is in trouble. 君にとっては朗報だったかな。準皇太子も戦死したと国防本部が慌てるはずだ。 Wait, he already fell in battle at this point?So the first Valkyrie Chronicles already ended? 無謀な遠征と軽視されていたキグナス作戦がようやく帝国の危機感を煽り始めた。すでに帝都には防衛部隊が集結し始めている。あれを返せと言ってきたのもそのため。連中はゼクソールまで招聘するつもりだ。バカな連中だ。己の身に何が迫っているかも知らず。キグナス作戦の真意を知れば、死に物狂いで帝都に到達する前に食い止めるだろうに。The truth of Operation Sig- How would you know that? しかし、だからこそ我々は。己の目的を果たす機を得られる。 I have a weird feeling. If I'm at least my brain went to where what happened with Salvaria in the first Valkyrie Chronicles game, how her last battle ended and her what she did at the endright after the battle. Is that what's going to happen here? Is this that type of mission? I'm not going to say anything. If you don't know, don't look
If you want to look it up, go ahead, but right now I'm just guessing, and I don't want to say it out loud, because if I'm right, I don't want to spoil it super early, you know? I'm just guessing, but that's the only hint I'm going to give as to what I'm thinking. Shikari, 今度こそ任せたぞ。さて、今回の作戦のお前たちの役回りだが。I wonder how you expect him to win the battle if you keep changing stuff on him. はい。休息だ。今回はフォルセに任せ、体を休めなさい。いいのですか? Don't trust that smile. That is not a smile.もちろん、お前たちはとっておきの切り札だ。こんなところで壊すわけにはいかない。分かっているね。自分たちの役目が。はい、もちろんです。ベルガー様。すべて、お心のままに。The fact that they start scared frightens me. Ugh.調整がうまくいったようでよかった。大切な娘を廃棄処分にはしたくないからね。They're kind of alive, seem to retire like that, like they're machines or something. ありがとうございます。ベルガ、ありがとうございます。Then again, they're acting more like robots now than before, so.What did you do to them, Belgar? Yo, Ohime sama. Thank you, Fenrir. Oi, nan da yo, Fenrir. So, jaken ni suru na. Ore wa omae no goshujin sama no. Shujitsu naru kishi. Tsumari, omae no nakama da yo. Dare ga shujitsu na kishi desu tte? What? Oh, sorry.いい眺めだな。好きなのか、この景色が。お気に入りの場所があるってのはいいもんだ。昔の俺にはどこにも居場所がなくてな。俺はそこそこ地位のある貴族の家に生まれた。だが母親はしがないメイドでね。Ooh, he's of common birth.I doubt the fact that he. No wonder this makes sense now. I always wondered why such a highly valued leader, a platoon leader, a tank platoon leader, and one of the best, was reassigned during a war. That made no sense. Even if he didn't follow orders, he was still one of the best. You don't just get rid of a valuable general like that, or leader like that. But the fact that he's commonborn makes sense, because then he's.Seen as undesirable by some of the more royal people. So, if some other people wanted the position, they probably positioned to have him moved, and since he's a commonborn, they're like, we don't want him here either. It's messed up, but that's how it is between royalty and common folk sometimes. Then again, I read a lot of fiction, so yeah. Sanzan ijimerare, shitagerare.耐えられず飛び出した先は貧民街だった。ろくでもない連中ばかりだったが、そこには自由と希望が溢れてた。俺はそこで生きていく術を学んだ。人を知り、恋を味わい、友情を得た。俺の胸の中にはいつだって。あの場所がある。だから何があっても耐えられる。あんたにはあるかい？そんな場所が。
ないわ。居場所なんてどこにも。あるとしたら、それはきっと研究所ね。She's opening up. Progress. 前に言ってたな。連れ戻されるとかどうとか。そこではね、毎日実験が行われるの。頭に電極をつけ、刺激を与え、反応を見る。針で刺し、水を飲ませ、何日も眠らせない。切断し、つなぎ合わせ、むき出しの脳に。Jeez, sounds like torture instead of whatever they were doing. やめろ。もう思い出すな。それが私の居場所なのよ。選ばれなければ。たとえ選ばれても。失敗して返却されれば、また元の毎日が続く。いつか。最後の明日が訪れるまで。分かったでしょ。私の苦痛は誰にも理解できない。言って。あなたと話すことは何もない。嫌だね。あんたを傷つける研究所とやらがあんたの居場所だって。冗談じゃない。俺はそんな連中にあんたを渡したりしないぜ。あんたの居場所はここだ。今俺が決めた。I hope you mean that. I hope you mean that, Walls. Because the worst thing that can happen is if you tell someone that and you let it happen. If you fail them.That will destroy them even more, so I hope you mean that. It sounds like he does mean that, and I truly do believe that he means that. I just hope he stands by it. だがこれからは違うぜ。今この瞬間からこの場所はあんた一人のもんだ。だから居場所がないなんていうのはなしだぜ。泣く場所も笑う場所も全部俺が引き受け。Again, I hope you mean that.この男に自分の立場を思い知らせてやりなさい。なんだよ、俺たちはダチだろ。I love his howling and, and growling. It's hilarious. It doesn't sound like a real animal. くそ、いいか、クライマリア。忘れるな。お前の居場所は確かにここにあるんだからな。バカな男。Look at that, she's smiling. That's amazing. Oh no. Okay, No, we'll keep going with the story. But when we reach the battle, we'll end before that starts. Centurion に届いた緊急通信。それは別路で帝都を目指していた一番艦キャバリエからの救援要請だった。帝国の陸上部隊に囲まれている。至急応援を請う。限界な無線封鎖を破ってのその連絡は、キャバリエが
壊滅の危機にあると示していた。 I just hope it's not a trap. Oh, an obvious trap. Never mind. キャバリエが襲撃を受けたポイントはこの海域。テートまではおよそ50海里の地点です。この位置であれば迂回してテートへ到達可能だ。キャバリエが急襲を受けている間に救援を求めている仲間を見捨てると。このままではキャバリエは間違いなく沈むぞ。 For I already forgot his names, but that is a valid strategy. Not one I would do or one I would like, but it is a strategy. I understand why he said it. クロード、いいか、冷静になれ。これは我々をおびき寄せるための罠だ。 That is also a very big possibility. So Minerva does have a point as well. She's not being heartless. She's just saying, hey, if this goes badly, we could all die. 行けば敵の大部隊が待ち構えている。テートを前にして一隻ずつ撃破する算段だ。上で動くな。キャバリエに敵が集中している隙にテートへの距離を詰めれば戦局は有利になる。確かに、キャバリエを捨てテートへ進行すればこの間の消耗は最小で済む。 And guarantee that we would at least make it to the capital to get through the mission. だが我々だけでテート攻略ができるのか。万全の状態でないこの間で。 And Claude makes a good point right here as well. 何より、目の前で再び領艦が沈むのを僕たちは黙って見過ごすことができるのか。それはキャバリエが襲撃を受けているポイントはテートまでの航路にあたる。このまま全速前進しキャバリエを救出した上でテートに向かうべきだ。敵の大部隊に囲まれたキャバリエが我々の救援まで持ちこたえられると思うか。That's also true by the time you get there. He's actually a story, I forgot the actual title. But at one point, there was a small ground unit. Their allies on a mountain were being massacred and they were requesting for help. Their leader of the group is brilliant, like, probably the smartest person throughout the entire... One of the smartest people in the entire army in the area. And he would constantly have his troops stop hitting up the mountain. And his allies, friends, and fellow troops would be like, why are we stopping? We should be hurrying up. And he said, no, we can't. Why? Like, our comrades are dying. And he's like, I know that. But there's an issue. If we run up at this rate, we're going to suffer from because the difference in altitude. We are going to suffer and we are going to have losses of our own. We're going to run into a slaughter. Not just from the enemies, but from the environment as well. If we run in, we're all gonna die. So we're going at this pace, because if not, we're gonna get massacred as well. And that's what, and we can't risk both them and us at the same time. Truth of the matter is, he was right, and they were still too late to save anyone. But he was able to save at least his troops, his group, from the altitude changes. And that's the situation here. Because even though Cloud does want to save everyone, and I agree with him wholeheartedly, if you rush in blindly, you can get everyone slaughtered. Miller-kun, 現在の機関部の出力は故障前の何割程度ですか? At least have a plan going in. That's what I want from Cloud. I'll plan to go before we just rush in there.クロはまだ復旧しておらず、補助動力に頼るしかありません。今はリミッターで制御していますが、それを解除すれば4割は出せると思います。それも持って数時間、それ以上は機関部が負荷に耐えられません。現状の最大戦速を出せばなんとか間に合う計算ですね。
艦長、まさか救援に向かうと。ええ。ですが、ウォーレス君の主張するよう、仲間の危機を救うためだけではありません。All right, Captain, what's your idea? Or what's your reason? コメットの喪失から我々は学んだはずです。帝都攻略を目指す我々を阻む最も厚い壁はバルキュリアだと。キャバリエからの通信内容より相手はバルキュリアを有する部隊とみて間違いはない。では領艦が交戦しているのを利用してバルキュリアの背後を取り吸収すると。 Ooh, hello. Save them and do a strike. 相手も向かい撃つ算段は立てている。ですが正面切って戦うより作戦は立てられます。 Thank you, Captain. That's a good plan. しかし、 or a better plan. どういう手段かは分かりませんが、敵もまた代表栄を自在に移動しています。ここでやり過ごしてもバルキュリアはこの先必ず我々の前に立ちはだかってくる。Didn't consider that. That's also true, actually, if you think about it, because the Empire has been able to move around very well. そう。バルキュリアとはどこかで戦い、打ち破らねばならないのです。帝都攻略。それがキュナス艦隊唯一至上の命題。そのためにここでバルキュリアを撃破する。ブライアン、進路の変更を。はっ。面かじいっぱい、最大戦速でキャバリエの救援に向かう。ウォーレス君、私は私の覚悟を信じて決断しました。君も君の覚悟を信じて決断しなさい。ただし忘れないでください。我々は任務をこなす機械ではない。たとえ間違っていたとしても後悔のない選択をするべきです。Why is he telling us that? That feels that feels on purpose for some reason. Why are you telling us that, Captain? 人の命という取り返しのつかないものを左右する立場だからこそ。Unless he wants Claude to stop him. 決してそれを忘れてはならないのです。はい。 I have a theory in my head and I, as to why this is happening because of this, this, and this, and I want to say it, but I don't want to possibly spoil anything. No, I haven't played the game further. This is all new to me, but I just have a few theories and I feel like they're accurate.みんな、バルキュリアとの決戦が始まる。フルパワーを出すわよ。この状況で決戦だと？無茶言うな。こないだはかすっただけで主導力がやられたんだ。今度こそ撃沈されるぞ。無理だ、無理。ちょっと、ずいぶん弱気じゃない。最強の敵を倒し仲間を救う、こんなシチュエーション二度とないわよ。男がこういうシチュエーションで燃えなくてどうすんのよ。おい、お嬢ちゃんの今の言葉聞いただろ。これで振るわねえなんて男じゃねえぞ。俺たちは極秘の決戦兵器の心臓部を任された。エディンバラ一の機関士だ。
やらども、センチュリオン機関から意地見せてやろうぜ。Are you talking about the engine or something else? アンドレ、すぐに始めるわ。補助機関のリミッターを外して。リミッター？サブまで行かれちまわねえか？そこをギリギリで制御するのが機関士の腕の見せ所でしょ？その通りだな、お嬢ちゃん。わかったよ。一世一代の大仕事だ。I really do like this crew. They're pretty good. I really like Andre. I like Captain Morgan. Brian's actually pretty awesome. I forgot the name of the two, the radio officer.And I forgot what the other one's name is. I forgot both their names, actually. Sorry. 忙しくなる。今のうちにガーゼと包帯を補充しておこう。消毒薬はこちらにまとめてます。アンジェには軽症者の消毒まで任せていい？はい。私、頑張る。頼もしいな。気分が悪くなったら無理せず部屋に戻るんだよ。What the? ずいぶん無茶な加速だな。Oh, I guess the boat shook. Ship, so whatever. ん？アンジェ、何か言ったかい？The ship's probably strained. なるほど、そういう作戦か。じゃあ、カイと戦うことになるってわけだ。For study. Call him for study. 今の彼はフォルセだ。フォルセ？Oh, okay.フォルセが指揮を取っているかはわからない。だけど緊急要請の通信内容からバルキュリアが出撃していることは確実だ。兄さん、フォルセは自分の所属する部隊に最強のバルキュリアがいると言っていた。キャバリエを襲い、わざと救援要請を遅らせて領艦をおびき寄せようとする作戦も。そう、フォルセのやり方だ。手段を選ばねえフォルセの野郎とバルキュリアが組んでやがるって。ああ、最悪なタッグだ。クロード、突破の算段はあるのか？ Running guns blazing。 まだ正面から相対したわけじゃない。有効な戦略は見えていないけど、突破口はある。バルキュリアは兵器として完璧じゃない。え？あの火力だぜ。完璧以上じゃねえか。True, but she can't control it, but they don't know that. いや、火力が高すぎるからか。彼女はあの力を制御しきれていないように見えた。思ったままに火力を集中できるなら、キグナス艦隊はあの時点で全滅していたはずだ。そうか、言われてみりゃ確かにそうだ。照準の合っていないライフルじゃ寝ている牛も撃てない。正面切ってあの火力を相手にするわけじゃない。こちらには戦略という武器がある。正気はある。I hope so. And we will end things here. I'll do the skirmish off screen and continue this battle next time. I'll also update whatever I need to update. But either way, until then, everyone, thank you so much for watching. Have a wonderful evening and farewell. And as for my theories, I'll save it till we reach the actual...When the story reveals it, then I'll say, like, okay, I actually thought this way. Here's where my thought process went, and so forth. But either way, until then,
farewell. We'll find out together what happens. Bye-bye.